いどうも、アニマルパテモスでございます。というわけで、ついに登録者数が4000人を超えておりました。はい、ありがとうございます。いやー、増えたね。アクアを再開してから倍になりましたね。2000人ぐらいやったんですよね、昨年、これぐらいの時期かなぐらいに再開して、数年ぶりにね、数年ぶり、1年ぶりぐらいかな。そっから、熱帯魚ドハマリ、古代魚ドハマリ、大型水槽ドハマリってなっちゃいまして、いや2000人、そっから2000人、ありがとうございます。ありがとうございます。というわけでね、まあかねてから言っておりました、4000人記念魚、はい、まあ4000人記念魚ね、うん、前にコメントでもね、書かれてましたけど、毎回これ増やしていくんですかと、大丈夫ですかっていうのがあったんですけど、まあね、今はちょっと増やすかもしれませんけども、後にそれに相応するものを買うっていうことかもしれません。まあ、魚ばっかりちょっと増やしていくのはちょっと無理があるんでね、やっぱね。全部、まあ、無理があるっていうか、もうそんなもんここで止まるかもしれない。止まったらもうそれまでの話ですけど、まあこれから順調にもし増えたとしたら、もうそんなにもね、魚も並行してどんどん増やすっていうわけにはなかなかいかないと思いますので、まあとりあえず今回4000人記念魚を買おうかなと思っております。まあ以前にも言いましたけど、視聴者様から4000円で譲ってもいいよっていう関西近郊の方、まあ、関西とかの方であれば、4000円でどうですかっていうのをね、うちの SNS なり公式 LINE ありますので、そちらの方から連絡いただけたら、購入させてもらうかもしれませんっていうので、ね、お二人連絡いただきました。で、お一人がね、ロイヤルトーマ、はい、スネークヘッドですね。うちもスネークヘッドね、チャンナプルクラ、フラワートーマン2匹、で、アルビノプラーチョン、アルビノチャンナプラーチョンですね。で、レイモスネークヘッドはちょっとやられちゃって死んじゃいましたけども、チャンナオルナとピンニス、そして、ミャンマーレッドフィンスネークヘッドの、この6匹がいるんですけども、アルミのチャンナプラーチョンがね、でかくなるんですよ。ですちょっとロイヤルトーマはさすがにあれもでっかくなりますね。50センチ以上もっといくと思うんで、さすがにちょっと、この先のこと考えると厳しいかなってね、思って。いや、ロイヤルトーマはちょっと申し訳ない。考えたんですけど、ロイヤルトーマは非常に魅力的なスネークヘッドなんですけども、チャンナプラーチョンがいるからね、これいなかったら購入させてもらったらと思いますが、35センチぐらいだそうなんですけど、ちょっと一旦見送らさせていただこうかな。まあ、水槽が240センチがね、手に入ったらもしかしてだけど、まあ、あるかもしれませんが、まあ、その時でもまたね、譲ってくださいと言うかもしれませんが、その時よろしくお願いいたします。そしてもう一人の方が、フラワーホーン。こちらの方は動画を投稿されている方で、こちらの個体なんですけど、まあ、真正面からしてちょっと映ってないんですが、赤いフラワーホーン。どうですかということで。まあ、シクリットなんで、婚姻失敗した時に今もね、避難水槽がないんですよね。他に移せるほど、ということなんですよ。正直、今迷っているところが、婚姻させにくい魚かな、なんてね、ちょっと思っておりまして、非常にこれは迷いました。サイズ的にもちょうどいい。大きくなってもそんなむちゃくちゃ大きくならないんで、と思ってただけで、失敗した際に、どの水槽に移すんだとなった時に、移す、場所がないかなと、いうことをちょっと思いまして、今ちょっと見送ろうかななんて思っております。でですね、まあ、今回はまだちょっと買っちゃうわけじゃないんですけども、まあ、誰か譲ってくださる方がいれば、また SNS なり、公式 LINE で連絡いただければありがたいんですけども、4000円ほどで買えるお魚さんで、中層あたり、まあ、下でもいいかな、ナマズみたいなんでもいいとは思うんですけども、40センチぐらいまで、成長しても40センチぐらいまでのお魚で、婚姻向きのもの。はい。まあ、キクラとかダトニオは、今から言ってますけど、僕はあんまり興味はないのと、今プレコも、
ちょっと、一時期ちょっと増やそうかなと、入れようかなと思った時やったんですけど、ガラス水槽もあるんでね。でもやっぱりちょっとポリプとの混入が失敗しても嫌なんで、舐められるっていうことがあるのそうなので、まあ、プレコもちょっと覗いた中で、まあ、40センチ、50センチまでぐらいの、おとなしいお魚、ナイフフィッシュとかでもいいかなとか、ちょっとアロワナナイフとかでもいいのかなとか、ちょっと思ったりもしたんですけど、まあ何かしら、あればいいかな、欲しいなと思ってるんで、なんか知ってるお魚、これいいよっていうのあったら教えてください。できれば、まあこれはどっちでもいいんですけども、アルビナかプラチナがいい。白い魚が欲しい。白いお魚がちょっと欲しいななんて、もうちょっこそ思ってます。はい。ちょっこすね。はい。まあ、それも交流入れさせてもらって、今回の4000記念魚は購入しようかなと思っております。はい。まあ、なんかね、4000にありがとうございます。まあ、また5000に向けて頑張っていきますけども、まあ、最近下火ですから、そこまで伸びは良くない。毎月まあ、100人ぐらいは、ね、増えていただいておりますが、まあ何分ネタ詰まりのアニマルパテもそう。困ったら水槽を定点カメラで一人で喋ってるアニマルパテもそう。そりゃ伸びねえ。そりゃ伸びないよ。まあだけどいいですわ。ぼちぼちやっていきます。まあ240センチ水槽はもしかしたらうまくいった時に、その時はまたポンといくかもしれませんけども。はい。まあ4000人、登録者4000人、ありがとうございます。そしてこれからもよろしくお願いいたします。というわけで今回は4000人行きましたので、それの記念魚をどうするかという皆様へのご相談でございました。何かありましたら教えてください。というわけでアニマルパテモソでした。アニモー。